会社どんどん人がいなくなる。呪われてるのかな。何か心当たりはある？いや、全く。社員のためにいろいろやったんだけどな。行ってみるしかなさそうだな。中に入って調べてみるとするか。廃墟になってるね。こうなった原因を調べてみるか。確かにこれは辛い。他にもいろいろありそう。探してみるか。じゃねえか。
だろう。こんなもんか。残業が減っても仕事が減らなきゃ意味ないね。なるほどね。なんとなく原因は分かったな。頑張ろうとしていたのは分かるけど、負の感情を溜めちまっただけだな。なんだ？何が原因だったんだい？社員のためにやったことがうまくいってなかったみたいだね。お前は何もしない方がいいタイプの経営者なんだろうな。そうか、喜んでなかったのか、みんな。でも原因が分かったから次改善できるはずだ。やるぞ、みんなのために頑張るぞ。あの世ではほどほどにしろよ。